祭りだ踊れやあでやか光でなぞ世界を
あのせっかくなんで2人体制の頃のお衣装を引っ張り出してきて、ちょっとね、なんかあの2人で、まあ、初期面のね、あの2人でちょっとやりたいなということで時間を設けさせていただきました。あの、ありがとうございます。あの、ありがとう。なんか次やる曲なんだけど、昨日さ、アイアムとエンペラーやったんだけど、実はまだやってない初期曲があるのですよ。本当はね、なんかサークルを作ってもらう曲だったんだけど、今日はちょっとさすがに無理です。ちょっとさっきもさ、危なかった女の子前にいるから、みんなちょっと気を使ってね。あの、うん、そう、気を使ってほしい。よろしくね。で、あのサークルを作る曲なんだけど作れないので、みんなちょっとこうこの辺でこう回してくれたら嬉しいなと思うのですけども、いけますか？じゃあ腕を回して声を出して一緒に楽しんでいきましょう。せーの、手のなる方へ。
お水飲んできてもいい？いいよ。手のなる方へ楽しかったですか？やった。一番初期曲の中で好きです、ジャズは。丸投げしてしまった、うん、ペットボトルでかい。、さあ2人体制の曲を、次で最後なんですけど、そう、なんか2人体制の中でなんか一番そのなんだろう、なんかいろんな思いが詰まった曲を最後にやりたいなと思って、あのこの当時歌下手、ダンス下手組がなんかどうしようねってなったんですよ。そう、この曲を歌うのはなんか自分的にも技術不足だと思ったし、なんかすごい大切な曲なのになんか伝わりきるかなみたいな不安になった曲でもあるけど、なんか一番フロアのみんなとなんか心を通わせられた曲だなっていう思いがあって、すごく未だに一番ではないけど一番かな、わかんない、順位をつけるのはあれだけど、すごい好きな曲です。なんか何ちょっとね、ごめん、本当にね頭回ってないの。でもなんか一番思い出が強い曲です。あの今日もみんなと拳を合わせて心を通わせてこの曲が一緒に作れたらいいなって思います。聴いてください、アイソラ。No
がとう。さあ、生の卒業公演2部、始まりました。この後も相葉君、単独、楽しんでてください。ちょっとね、ツッコミだけちょっと激しいのでご配慮いただけるととっても嬉しいかな。あの、お腹痛くなっちゃうから、せーの、よろしくお願いします。それではこの後も楽しんでいきましょう。それでは以上、アイベックでした。本日はあの前の方も大変混み合っておりますので、前の方に突っ込むのは禁止となりますのでお願いします。前に突っ込まないようにしてください。その場で楽しめるように、前に突っ込んで、前に混むな。あの、押しつぶされてしまいますので、女性の方や子供もいますので、毎日混むのだけは禁止でお願いいたします。よろしくお願いいたします。最後は清野さんを笑顔で終わらせてあげましょう。はい、
心のドア食べるや諦めるな泣き笑い素晴らしい君も
卒業公演 Day 2 2部にお越しの皆さん、こんばんは。アイベックです。はい、ロックメーカーの皆さん、そして配信でご覧の皆さん、せーのにアイルコール聞かせるの今日最後なんですよ。大きい声でアイル聞かせてもらおうか。せーの、今日はね、せーのがやめるのやめますって言えるような一日にしましょう。隣のアイルです。はい、今日はせーちゃんをにっこりさせちゃうくらい大きい声でゆかちって呼んでもらいたいんですけど、いいですか？いやせーの、にっこりだ。よかった。いい一日にしましょう。稲田ゆかです。はい、せーのはいつもいつものんちゃん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 うるさいので、本物のでけえのんちゃん食らわせてやりましょう。せーの、今どんな気持ち？俺の負けかも。今日は一日よろしくお願いします。お、そっか、声よりももっと大きな声で叫んでください。せーの、せーの、 OK。 今日はせーのの7年間で一番熱い日にしましょう。遠藤せーのです。はい、今日はムカつくんだけどストレートに素直になりたいと思いますので、ストレートパンチな声でタマコって呼んでください。せーの、一生忘れられない日にしてやるからな、姫のタマコです。せーのがせーのって言ったらせーのって言ってください。せーの、せーの、今日は最高の夜にしましょう。せーのさゆみです。よろしくお願いします。よろしくしたはいいものの緊張してるんだよね、すっごくしてるよ。それはね、緊張してる。全員分かっております。あ、本当に、はい、緊張してる人。おし、あ、なんでちらほら、あの、こんな感じで、あの、最後までこんな、あの、しっかりできない推しなんですけれども、あの、この6人をね、楽しんで帰ってほしいなって思ってます。よろしくお願いします。うん、あ、そうだ、見てる？せーのだよ。見てなかったら別に見てない。楽しんでいってね、よろしくね。次の曲いってもいい？いいよ、まあ、しょうがねえな、仕方ないから。切り替えていきましょう。え、お前がな。はい。私が切り替えていきましょう。ピンクチェーン。Yeah.
Fire, fire, the monster, fire, 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 f
あのね、今日のセトリは実はお水飲んでもいい？暑いだね。セトリは実は何か気になるけどね。今日のね、セトリはあのアイベックの曲の中で特に好きなものと、あと踊ってて楽しい曲と、あとはすごい思い入れがある曲の詰め合わせ、すごい迷ったんだけどね、Day1 と Day2 で分けるの。あれだよね、昨日と今日の2部で単独公演両方だったから、ちゃんとね、分けてせいちゃん考えたんですよ、セトリを。だから昨日聴いた曲と今日聴いた曲、全然違うから、今日は今日でね、多分せいちゃんのまた昨日と違う思いが見れるんじゃないですか。そうなんです。ほんで、なんか昨日のと今日、アイアムエンペラー、テノナルとかやったじゃないですか。あれってもともとそのアイベックが発足した時に用意されてた曲だったの。そう、一番最初からね、あった曲だったんだけど、次やる曲がそのアイベックのメンバーがちゃんと決まってライブをして、そこからそのメンバーのなんか配信とかいろいろをなんか見て、宮田さんが初めて作ってくれた曲になってます。ほんでなんか移動してもらって、あ、移動しなくていいんだった、そうで、あ、なんか行きな、あ、すいません。ほんで初めてフロアのみんなに踊ってもらったり、フロアのみんなに声を出してもらった曲になっておりますけれども、皆さん声出せますか？ありがとう。それじゃあ行こうか。おーせーさあ、一番かっこいいやつじゃないよ。前から後ろまで全員見えてるから、ぶつけてこい。準備はできたか、実際どこまで踊れよう。おーかー、おーせーおーせーおーせー、みんなで行こうか。
Thank you.
が綺麗だなと思うのです。ちょっともしかしたら導入下手かもしれない。それがなかったらいい感じだった。自信持ってあれですよ、なんか汗とあれ湯気が出てて霞んでて、なんだか幻想的なフロアになっております。確かに、ね、サウナみたいだね。久々に見たね、こんなもありがてえですね。ちょっと喋っててもらってよろしいか。あれ、今の間に温度を置けばよかったのに。はい、あの大丈夫ですか、具合悪くなったりしてませんか。あの適度に水分補給してくださいね。ね、あのじゃないとさ、この後まだまだ続くのにぶっ倒れちゃったら困るもの。配信をご覧の皆さんも、まあどうせこたつとか入ってるか。暑いよ。違う、そうだよね、家でどうせツーステ踏んで隣の人から怒られとるわ。いや、あ、後ろさちょっと狭かったりする。若干前詰めようか。若干でいいよ、あのぎゅうぎゅうじゃなくていいけど、もうちょっと詰めてあげて。はいはい、ありがとうございます。お水飲んだ方がいいよ、みんなも言ったって。もう、あ、ごめん。あの今日は特段サリウムが綺麗だなと思うんですよ。あの次やる曲、なんかもともとアイベックあんまりサイリウムなかった現場なんだけど、あのなんかサイリウムが増えるきっかけになった曲でもあると思うんですよね。で今日はまあその生の卒業ってことで水色を振ってくれてる人が多いと思うんですけど、ありがたいことにあの自分のね推しメンとかの色でも全然嬉しいし、この6人のステージだからね、この6人とみんなでのステージだからもう何色でもいいです。あとまあサイリウム普段持ってないし今日も持ってきてないよって人は携帯のライトでもいいので照らしてくれるととっても嬉しいです。今までで一番綺麗な星空を一緒に作ってください。夜空星。Yeah.
これから先も僕たちにとってあなたの意図は消えません。今日も強く太い糸をあなたにしか張れない糸を張ってください。糸私
終わりたくないけど、もう少々で終わりです。ステージから見えるあなたたちの笑顔が本当に大好きでした。このフロアに愛を込めて、愛空。私もやだけど、ちょっとどうした？
るでしょ。そうだよ。じゃあチャス喋っちゃおうかな。いいよ。マジ？喋っちゃおうかな。そうだね、喋ったら終わんないもんね。そんなことある。私7年間で初めてかも、そういうの。喋っちゃおうかな。急に。だって、ちょっと喋ったら終わるの遅くなる。そうだよ。確かに。ちょっと引き伸ばそう。じゃあ、ちょっと、どうしようかな。何？どっか行っちゃった。え、喋るんじゃないの。じゃあ、ちょっと喋る。なんか、持ってるぞ。しゅーちゃんね、恒例だ。手紙を書いてきました。何通目かな。これね。何通目だろう。ちょっと前の捨てていいよ、別に。本当に前の捨てて、前の捨てて、うん、前の捨てていいよ。前の捨ててって何？前の手紙捨てていいよ。ああ、前のね、捨てていいよ。更新する感じね。あ、そうお水飲みながらでもええか。うん、いいよ、うん、じゃあ手紙読みます。相方のせいちゃんへ。せいちゃん、卒業おめでとうね。あ、やだーやだー、やだー。それ手紙に書いてある。いやだーって書いてない、書いてない、うん、心の声が漏れたみたい。うん、あ、やだ。2日間とも6名パンパンパンで、日本各地やいろんな国からサユミストやアイベックのことが好きな人たちが駆けつけてくれてるね。本当に性能を愛されてるね。性能卒業に来れなかった人にも配信で届けられるなんてすごいね。ね、ありがてえ。7年間本当にお疲れ様。7年間いろんなことがあったけど、せいちゃんは幸せになれた？おお。サユミストもとっても幸せそうだね。まあ、なんか終わりって実感がなくて、まあ、普通に次のライブも楽屋にいそうだし、おはようねとか言ってなんか挨拶してそうやね。もしかしたらせいちゃんの卒業を実感するのはせいちゃんがいなくなってからかも。きっとまた何回でもせいちゃんに会える気がするけど、せいちゃんがアイベックとしていられるのは今日までだから、アイベックの聖のさゆみに伝えたいことを伝えるね。7年間楽しいこと、笑いまくったこと、幸せなこと、やってきてよかったなと思うこともあり、やめたいなって思うこと、つらいこと、しんどいこと、悲しいこととかたくさんあったね。そんないろんな出来事を一緒に乗り越えてくれてありがとうね。じゃあ、そう、しんどいこと本当にいっぱいあったけどさ、せいちゃんがいてくれたから、じゃあ、そう、前を向けて進むことができたんだよ。今のじゃあ、そうがいるのはせいちゃんのおかげだよ。おかげでたくさんの夢を叶えることができたね。せいちゃんのずっと夢だったゼップでのライブを叶えられて、せいちゃんが喜んでるの本当にジャソが嬉しかったな。でもジャソはせいのと一緒に武道館出したかったよ。山形でのライブしたかったよ。お前ともっとステージに立ちたかったよ。バカタレ。こんなにも愛されてるのに。でもせいちゃんがアイベックを守ってつないでくれたように、うちらでアイベックをつなげて夢に向かって走っていくからね。せいのは明日からいないけど、アイベックはお前が続けた物語だ。だからこれからもアイベックの今後見ててね。せいちゃんとアイベックできて本当によかった。ずっと隣にいてくれてありがとう。今までたくさん迷惑かけてごめんよ。とりあえずゆっくり休んでね、チャソより。終わりです。終わり、ありがとうございました。
泣きすぎじゃない？いや、そこより先でいろいろ突っ込みたいところあるけどね。お前が続けたものだったバカタレあ、じゃあそのバカタレはよく言うもんね。途中さ、ちょいちょいせーのからお前になるのさちょっと憎しみがこもってるよね。感情的になっちゃう。そうだね、感情的になるとお前だからねお前ともっとステージに立ちたかったよお前が続けた物語だバカタレなんて言おうとしてたか忘れちゃったな。ごめんね。いいよ。でもこれで遅くなったらやめるの、うん、なるほど、確かに。それで何か言ってきたんだな、この前。なんかせいちゃんすごい時間気にしてたけど押すのやだよねって言ってきたから、なんかセレモニーか手紙かなんか絶対に用意してんなこいつと思ってバレてんだよなごめん、絶対バレると思ったけど、ちょっと喋ってばっかで申し訳ないんですけど、改めてありがとうを言わせてください。まずは関係者の皆さんと仲良くしてくださった事務所その他いずこかのアイドルさんたちと、6名間の皆さん、いつもなんかだるがらみとかめちゃくちゃ多いけど温かく迎えてくれて本当にありがとうございました。ちょっとさすがに長くなると思うから手短に言いますね。次はメンバーまとまってくれる、ちょっとあっちに顔見たいから。一網打尽にする。では待って、彼女しんどいかも。私ちょっとこの辺お前がまとめた未来だ。お前ごめんね、お前が選んだ未来だ。お前が選んだ未来だ。お前が選んだ未来だ。いい加減にしろ戻ろうか。戻れ。1ミリもちゃんとした先輩ができなかったし、ずっとポンコツで助けてもらうことも多かったし、先輩のくせにトラブルメーカーで最後もこんな勝手に辞めるとか言って一緒にもうステージ立てない、しんどいけどみんながね、チャスと二人でやってた後に君たちが入ってきたから、もうだって私人相変わるぐらい笑顔増えた。前の動画見たら私すごいきつい顔してた。本当に一緒にステージに立てて6人でずっとやってこられて本当に楽しかったです。これからワーフロアのみんなをよろしくお願いします。ありがとうございました。ほんでアイベックを好きな皆様、本当に私の誇りです。君たちはこんなになんか本当はね、うちらがアイドルだからうちらがみんなに幸せとか笑顔を与えるお仕事なはずなのに、こんなに幸せを私たちに与えてくれるみんなってすごいなって思うんですよ。せーのがいなくなってもきっとその幸せをね、メンバーにあげられるのは変わらないと思うので、こんななんかオラついてるけどなんかたまにはくじけるし、こいつらも知ってるから、そういう時はすごくいっぱい支えてあげてください。これからもアイベックの夢の先を一緒に見せてください。最後までありがとうございました。そしてちょっと分けるようであれだけど、サユミストのみんな、何泣いてんだ、最後までお死に似て口角を上げろ。最後までこんなポンコツでわがままで自分勝手な性能をしてくれて
なんて奇特な方たちでしょう。あなたたちに押してもらえて夢の終わりを迎えることができて、性能は本当に本当に幸せでした。ありがとうございました。マジで長くてごめんなんだけど、最後に宮田さん、あっちかな、こっちかな、こっちかも。宮田さん、宮田さんがいなかったらアイベックはこうしてこんなに素敵な人たちに出会えてませんでした。あの時もう今にも死んでしまいそうな目をしてた私をどうしてアイドルにしようと思ったのか私は未だに理解ができないけど、それでも今こうやって生きてこんな素敵な人たちに囲まれて、こんな素敵なメンバーに囲まれてここに立ってるのは、あの時宮田さんがええでって言ってくれたおかげです。アイベックを作ってくれて、私をアイベックに入れてくれて本当にありがとうございました。7年間私に生きる理由をくれました。本当にありがとうございました。7年間のありがとうをもう全部言ったらもうとんでもないえらい時間になるから、アイベックは結局ライブで伝えるしかないと思うんです。なんで最後この6人とあなたでこの曲を作って終わりましょう。アンセム。You know
私に価値なんてないと思って、私は一人ぼっちだと思って生きてきて、でも私が笑ったら笑ってくれる人が、私が泣いたら泣いてくれる人がいて、そんな私の毎日にあなたっていう生きる理由ができました。アイベックの生のさゆみでいられて、あなたの推しでいられて、私は本当に幸せでした。最後うけど、今日まで大切だったあなたたちは、明日になっても明後日になってもその先もずっとずっと大切な存在です。本当に7年間ありがとうございました。これからのアイベックもよろしくお願いします。これやりたい、これこれ、ごめん、最後せっかくちゃんと喋ったのに。やろうね。ねえねえ、うん、ちょっとやりたくなくなってきちゃった。お前は何つった？ちょっとやりたくなくなってきちゃったって言った。お前やめるって一人で決めてわがまま言ったよな。ってことは最後までこっちの勝手にも付き合ってもらうぞ。まだ終わらせたくないっすよね。まだ、さよならするにはこの涙の顔じゃダメですよね。ラスト、みんなをもっと笑顔にしないと、アイベックじゃねえと思う、アイベックのせいのさゆみじゃないと思うんですけど、はい、ラスト1曲やりませんか？あ、いいんですか？バレたよ、バレたけどやる曲。早く早くって言ってる。俺知らない。あ、オッケー、わかった。ポジションつけってこと？すごい、これだった。最後までせーのらしいな。だってでも、せーののせいじゃないよ今の。すごい。でもさ、今日雨降ったのもさ、昨日あんな日暑かったのに、卒業公演のラストのアンコールでござ、ててなんて、お前以外ないよ。すごい。でごめん、あれだよ、きっと曲振りしやすいようにしてくれたんよ。あ、なるほどね。あ、教えてくれたの。でもさ、やっぱせーのさ、ちょっと一人じゃ不安だから、みんなと一緒にやりたいんだけどさ、よろしいか？みんなで楽しまなけりゃ。はい。違う。お前何年やってきたの？楽しまなけりゃ。かきゃ。みんなで楽しまなきゃ。ただでさ一人より滑舌悪いんだから文字数増やさないで。あれ、分かった。いくよ。みんなで楽しまなきゃ。はい。
ックってこういうグループだよね。一番分かってるんじゃないかな。こんな汗だくでさ、やっぱ最後で、最後楽しいで終われてめちゃくちゃ嬉しい。ちょっとあれやって終わろうかなと思うんですけれど、ご挨拶してもよろしいか。今日は本当にありがとうございました。それでは以上、私たちアイベクレスト、ありがとうございました女子悪かったの。女子悪かったの。怒ってるから。うるさいよ。ちょっと手紙出せ、綺麗だもんね。うん、本当に。ありがとうございます。宮田さんも写真。うん、宮田さん一枚入って。どこ行くの？座れよ。入りなよ。最後までやめな。座ってくださいな。この二人似た者同士すぎて喋るために喧嘩すんだよ。座ってくださいな。真ん中にいろよ。だから前すぎるんだって言ってんの。ちょっと後ろ行って。後ろ行って。でこれさ、一列より二列の方がいいかな。じゃあ俺ら後ろ行こうか。後ろ行くよ後ろ。ストップ。ストップ。ハンバーグストップ。ハンバーグストップ入りました。ハンバーグストップ。ママは見てる。それではみんな配線の手を上に上げていただいて、よろしいか。よろしい。オッケー。せーのと一緒に配線の。よろしいか。もう一回行きます。行くよ。せーのと一緒に反省の。よろしい。よろしいみたい。じゃあいいよ、おじさん。あ、アイベックだけで。はい。じゃあギュッてして。あ、これメンバーからってない。こっち後ろおいで。うん、褒めて。あ、そういうこと。そうだ、メンバーからすごい。あ、なんか BGM 欲しいかも。静かかも。ミュージックスタート。もうちょっと下がってって。ちょっと OK。 OK。 よろしいか。もうちょい、はい。あ、なるほどね。こっちで。 OKOK。そういうこと？うん。ちょっとみんな、おとなしいかも。もうちょっと声出してほしいかも。なんて言えばいいのよ、今ここで。よろしいよって。いくよ。いい？いきますよ。せーのと一緒に！はい、せーの！あ、素敵かも。幸せかも。もう一回？もう一回幸せになれるって。もう一回幸せになりたいって。うん、いくよ。ラスト。あ、じゃあもう、はい、喉チンコを吹っ飛ばしてください。いくよ。せーのと一緒に
ったわ。もう何回もさ、閉めてるからさ、なんて言ったらいいかわかんないよ。あ、はい、本当に本当にみんなのことが大好きです。幸せでした。それでは以上。それでは以上、アイメックでした。それでは以上、アイベックの清野さゆみでした。ありがとうございました。I'm gonna make you mine.